毎週木曜深夜3時から放送中、木曜ジャンク2カンニング竹山生はダメラジオのポッドキャスティングです。さあ、今週は、えー、生放送40分ということで、えー、終わりまして、えー、いつもだったらまだね、今、今の、俺が今喋ってるこの時間は、えー、午前3時44分なんで、いつもだったら生放送中なんですけども、なんか、40分って早いもんやね。あっちゅう間に。 終わるよね今日何にもやもやっなないもんな俺ね今ふと思ったんやけどねあのー40分しかないんやったら今日,今日初めて録音でもよかったんかなっていうのは <laughs> 別に生放送じゃなかったもんっていうのは <laughs> でもまあダメです初めに生でやるって言った限りは生で <laughs> やろうということで。 やったんですけども結局あのー、ねなんか小倉さん情報みたいので終わったんです、えー、ポッドキャスティングしか聞いてないやつは小倉さん情報ってんやということやけどまあまあそれは後々時間があったら喋りたいけどもあんま喋るのも心がねなんかこう痛むというか悪いなっていうのがありますんで、えー、まあ後でちょっと小倉さん情報のメールもあったら読みますけども、えー、今日はねあのー、40分しかないにもかかわらずあのー、スタジオの方にねあのー 中野さんっていうあの作家の人が <laughs> 遊びに来てくれてましてどうも中野さんありがとうございました <laughs> <laughs> あの中野さんってねこれ第一回目だったっけ第二回目だったっけあ第一二回は外でやったのかだから三回目か四回目にスタジオ入った時にあのー、ある有名な作家さんからメールが来て <laughs> 俺呼んだんですよ。 そしたら結構ね、あのー、リズナーからのメールでね、あの夢の坂って誰なんだといろいろ名前が書いてありましたけど、その仕事はあの中野さんです、<laughs> フルネームで言うとまた本人恥ずかしがる可能性があります、<laughs> 中野さんって言っとけば、いろいろやってる人です、要は。<laughs> その人がなぜか、世界遺産とかね、世界遺産とか、なんでそんないい番組ばかり言うのか、他の番組もいいですけども、なん <laughs> でそのトップランナーとかあトップ、トップランナーやってるんですか、やってない、っない <laughs> どっちもやってない、あ世界遺産や,遺産や, <laughs> やってない 世界遺産の作家っているんですかねもう <laughs> 本当にい,るいるえあの番組でも作家さんというのはいるんですかあのナレーション書いたりとかするあそうか、うん、ナレーション書いたりしてるんだ、うん、世界遺産ってあれですよねなんかあの D V D かなんかを売り出すみたいその、うん、ちょっと店とかはちょっと言えませんけども、うん、あの百貨店系というかそういうところで売り出すということで、うん、うちのかかかか彼女がねそういう店で働いてるんでこの後世界遺産の D V D 借りてきましたよ。うん なんかあのそういう土壌じゃないところ百貨店じゃないですけどまあなんて言ったらいいかなまあまああの通販ですよ要は通販の会社なんですけどそこで売り出すと言ってやってましたけどねまああの綺麗だなと思っただけで別に見てとりわけ感想もなく終わりましたけどもえなんで中野さん今日来たんですか40分しかないっていう情報が私時からほらワールドカップを。 見ないようにするためにワールドカップ全然興味ないんでしょ <laughs>、はい、これはちなみにあのクロアチア日本対クロアチア戦の時はあの時間何やってたんですか長さ少林サック見さん<笑><笑>それがいいですよね、うん、オーストラリアと日本の時は何見てたんですか宇宙戦争 <laughs> <laughs> 今日も今からあのブラジル戦かたくなに見ないんラストサムライを <laughs> いいですねラストサムライを見るとサムラがラストサムライがラストだから、ね、<laughs> いいですねもう本当にかたくなにさだってさ 言う人いないでしょ、あんまり、あのだ、ー、めな日本って、日本負けちゃうよどうぞおっかえって言う人、一人もいないでしょ、言っちゃいけないみたいな風潮になってるでしょ、それがね、嫌なんですよね、見ないだけで、非国民って言われるでしょそう、ねそう,いうそれがね、嫌なんですよ、それと似た状況がね、あのー、僕、個人的にはあんまり言えないんですけども、あのー、亀田三兄弟を批判する人、あんまりいないでしょ、<laughs> <laughs> 俺ね、それもね、だめだと思うの。うん 絶対、俺ねヤクミつルさんがヤクミノルさん、ヤクミツルさんですよね。ヤクミツルさんがねどっかのテレビで、あの亀田三兄弟のことをあの批判したんですよ。ひ批判じゃないんですけど、俺でもヤクさんが正しいと思うんだけど、あのヤクさんの言い分はね、今大人たちがその若者に対してね、ちゃんとした言葉遣いをしなさいとか。 そういうたたたた態度はいけないんだと若者はきちんとしなきゃだめなんだっていう教えてるわけじゃないですか、うん、なのに他の渋谷にいるね若者たちにはガンガン言うくせになんで亀田三兄弟には言わないんだとうん、うん、おかしくねえかってことをテレビで言ったんですで俺はそれをね見てて確かにそうだと、うん、ごもっともだと、うん、そして俺はまあ過去に亀田三兄弟にぶち切られたこともあるわけですよ番組 <laughs> で, <laughs> でも嫌いとかじゃないよこれも言っとくけども <laughs> 嫌いとかじゃないけども、その、田村ん兄弟は確かに俺はまたボクシング素人やから強いとは思うよ。強いとは思うけども、その、誰も批判しない。最近ちょこちょこは出てきてますよ。あの、江川翔子さんなんかも、あの、週刊文春だったかななんかでひ、なんかちょっと書いてて、うんうん、まあ、正しい意見を書いてて。でもその、批判しちゃいけないみたいな空気もあるじゃないですか。うんうん、そういうのはね、俺おかしいと思うわけよ。うん、で、この今回のワールドカップに対しても、だって心の底ではさ、 みんな勝ってほしいけども、うん、ああ、あって思ってるでしょ。<laughs> うん、やっぱ分かるよ。分かった、当たってるし、気持ちは分かる。けど、そこをね、とはっきり言う人もいても、いいんじゃないかなと思うんですよ。だって、サッカーに詳しい元 J リーガーとかのサッカー評論家みたいな人たちまでもが、いや、気合でいけますよとか言うわけですよ。うん、気合でいけることやったら、お前ら評論家いらねえだろうと。うん、それだったら、なんかガッツのあるやつがね、やれば問題ないと思うんですよ。 な,なんかさ、そういう風潮が嫌なんですよね、だから中野さんみたいに、もう一切興味ないと、はっきり言ってくれた方が、俺は嬉しいですよね、まあ、確かにあの俺も生放送中ではなかなか言いませんでしたけど、俺もあの正直、一切興味ないですよう、<laughs> 正直、トースポにね、あのワールドカップの,のブラジル戦に対して一言っていう、もらったんですよ、記事を。で、確かに俺はその取材に乗った、一言コメントもおろした、でもね、あんなに詳しく書かれてるとは思わなかったすよね。<laughs> いや俺はいつの間にかあんな詳しく喋ったんやなと忘れとったらそう言えばと思ったんですけど、うん、だ多分この後ブラジル戦もあるであろうですけど多分見ないでしょうね、うん、僕はねそれだったらあの今くまくまからね急いで帰ってあのまた4チャンネルでさあのねニュースあるわけよ4時からそれ、ね、あの俺の大好きな中田亜紀さんがね出てるわけ。 そしたらそっち見てからね、ちょっとまたいろんなイメージしてしこった方がいいですよ。<laughs> 全然ね。ね <laughs> だってロナウジーニョ <laughs> ロナウジーニョじゃしこれないでしょ。<laughs> やっぱりおこ男はね。<laughs> ということですよね。もう本当なんかもう誰々やりすぎたとかなんか話すこともとりわけないよな。<laughs> 今日は。じゃあ今週 1, 1週間何やったかなってさっき本番あの生放送で言いましたけども、そのドラマを始めたとで。ドラマのなんかその撮影が結構大変だっていうのと。 もう細かいしねいろいろで撮影も長いしねあのー、で緑山スタジオってところに今行ったの行くんですけど緑山っていうのはんか陸の孤島なんよね、うん、行ってしまったら何もすることなくて外にも出れないしまあ、出ても俺山やから何にもないしで昼ご飯なんかもさ本当に学食みたいなところでみんなで食べんのよ <laughs> でなんかあのー、なんかフライ定食みたいなの500円ぐらいで食べれてでさほどおいしくないんやけど、うん でもやっぱりこう、一緒にドラマやってる人たちと食べ出すと、それがうまいと感じてる自分がいるわけ。それがちょっと嫌やね。で、もう一個嫌なのは、ちょっとお笑い的にものすごいレベルの低いどうでもいいボケみたいな。ダジャレにチクチク近いようなボケ。これがね、ちょっと現場で軽く軽く受けたりもするわけよ。多分愛想笑いであろう笑いですけど。でその 受けたことによって俺がちょっと空気つかんとと勘違いしてる俺が嫌やね <laughs> そんなダメじゃねみたいなところ <laughs> だからといってちょっときつめのことを言うと引いたりするわけですよ <laughs> そこがね今ねちょっと悩みなんですけど3か月続くからねこれが途中でこう交番とかねな,な,なんかそういうのして大問題でも起こしたらどうなるんやろうとかずっと思いながら <laughs> どうあんかな無理なんやろうなこれでだでもあの 全然ドラマとかヒットしてなかったらどんな気持ちになるんかな今あれだけ一生懸命作るよってドラマでもよくあるじゃないですかで俺あの雑誌とかでもねこのドラマ何点とかよく特集してあるでしょ俺ねああいうことしたらいかんと思うこれからドラマってみんな一生懸命なんか作ってるよ細かく大変時間もかけてそれをさなんかこのラストシーンはいかがなもんかとか期待している面白くなかったみたいなことをねなんかいろいろ雑誌とかでされると 俺相当ドラマの人って腹立ってると思うよねなんかああいうことをするのどうなんかな面白くないドラマも確かにいっぱいありましたけどもねえ何が面白くなかったんかな <laughs> どれかな <laughs> あのー、なんか今日なんかワ,イワイドショーかなんか見てたら天海祐希さんがクランクアップみたいなことでやってましたけどあので矢田亜希子ちゃんがなんかが磯のドラマ出てて。 あの台風の中で中継ができたのが良かったですなんて言ってましたけども本当かやと思いながらね <laughs> 本当かやお前お前,お前ドラマの撮影るもお前学ぶとこ帰りたかったんじゃねえのかとか思いながら勝手にね見てましたけどどうなんですかね <laughs> でもああいうのやっぱ男ってダメだねあ矢田明子とかもう見るとセックスしよんやろうなって平子さ絶対思うよね <laughs> 絶対でもそういう目になるでしょ芸能人がなんかこう誰々と付き合ってるとか 聞くと絶対セックスしてんだろうな <laughs> まさに今よ <laughs> まさにこの午前3時53分なんかこれ聞き寄ったらびっくりするよねでも <laughs> 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 もしね分かり間違ってどっかで矢田明子に会ってね「竹山さんラジオ聞いてます」なんて言われたらたたたたたたたさ一瞬嬉しいやんでもあのー。 ットキャステ毎週欠か,かさず聞いてます」なんか言われたらもう本当にそれこそ坊主にしておしを学ぶとかあんまり行くけどね <laughs> やりながら <laughs> や,りやりながらって言わないいらんでいいんですよやりながらってどういうことですか <laughs> これはあのドラマでね千葉大学に撮影に行ったの千葉大学に行ったら千葉大学の学生がね竹山さんラジオ聞いてますと、うん、それはそれはねあのすごい笑顔でね言ってたわけで時期的にねあれはねあの加藤恵美が来てテレフォンセックス社会よね <laughs> 聞いとるなと思いながら <laughs> ありがとうって言って <laughs> ありがとうって言ってこう握手を求めようかなと思ったけどあこあこいつと手握手すると絶対こいつしこった手やなと思ってそれがちょっと嫌でねしなかったんですけども握手ってねタレントって難しいよ握手してくださいって気軽にみんな来るんやけども正直ねあの俺俺結構それでもする方なのよけどあの一瞬うわっと思う時もあるわけすごいあのえー、このおっさんとっていうのがあるわけよ そういういのは難しいと思うよ特にその女優さんとかアイドルとかだともっとこう気持ち悪い感じのやつが来たりするやんきっと及川奈央が握手したら、うんはい、白い液がついてたらしいああそれ前奈央ちゃんに聞いたかな、うん、そんなやつでもいっぱいいるんですよちょっとおかしな感じのやつというかそういうた食べなんか前聞いたのはケーキかドーナツをもらってって<ー>見たらなんかあの,もうその白い液もあったけども ケムクジャラのドーナツかなんかが渡されたという。陰謀ってことでしょ陰謀で。だって本邪馬鹿のめぐみさんがもらったケーキの中にタンポ入ってたからね。昔、<れ>昔。それってでも、意味合いはどうなんですかね <laughs> そのケーキの中にタンポ入れたのを大好きなタレントに渡すでしょ、うん、渡してる気持ちはどうなんですかね私のすべてを見てってこと、ね、私のててを見てるタンポなんですかね。タンポ えそいつにとっての全ては3本ってことも <laughs> デリケートゾーンに入ったね <laughs> 私のデリケートの部分あそれが全てってことになるのかなでもそんなやつねあんまいないかな俺ねよく一番多いのはね会社に来てるファンレターとか本当にあの「殺す」とかね、うん、そういうの多いんですよね <laughs> 本当に多いんですよねその批判というかそういうのがキレキャラだからね 本当にこのコのそうそうあのー、今週ね、いいともに出たんですよ。うんうん、いいともって今週月曜日に出たんですけど、これでね、毎週制覇したんじゃないかっていうぐらい、うん、毎週毎日月付金で<ー>全てのいいともに出たんじゃないかっていうぐらいよくお世話になって出させてもらってるんですけど、うんうん、初めは前,前回か前回出た時ぐらいから、俺が出たらお客さんがちょっと遊び半分でうん、うん、タモリさんの煽りとかもあって、うんうん ブーというブーイングだったんですよでも今週生放送出た時は、うん、出た瞬間に自然とブーイングが起こったんですよもう見てんだ、うん、そのそれがねなんか異常に悲しくて俺俺呼ばれていってるんですよ <laughs> 何やったらあのねちょっとコーナーお面白いですけどもうん、うん、さらに竹山入って盛り上げてくれようということでじゃあ頑張りますお願いしますということで僕は言ってるわけですようん、うん、なのにブーってことじゃないですか、うん もう何なんだと素人がね本当にあのど素人どもがで俺街ではそういうことないの街ではねいいあのー、呼び捨ては多いですけどね竹山というのと、うん、でこの間先週このラジオで話したかなあのー、千葉のねでっかいショッピングセンターにねイベン、あのー、ロケに行ったんですよで歩きながらいろいろそこをロケする生、えー、ロケするの収録するみたいな番組で,、うん、で日曜日だったんでそりゃねまあぶっちゃけ千人、うん 以上はいいいいたたんじゃないかという人たちが後ろをついてくるわけですよ、うんうん、でそこには俺と安めぐみちゃんと、うん、ダイゴ・スターダストっていうミュージシャンと3人で2人で2人で歩く後ろに1000人以上うわついてきてもうちょっと大パニックなわけですよでうちのマネージャーとかが社名とかを「いや社名やめてください」って本番中にわーって言ってる時に女子,女子中学生が「うわ竹山ちゃん」と「もう最悪もう今からご飯食べ行こうと思ったら <laughs> <laughs> どういうことやと」ともうそれがねもう すごくショックというかねあ<ー>まあもうそんなことやからそういう仕事してるからしょうがないなと思うんですけどもだからいいとものね裏でもあの勝又さんとかタモリさんに言ったんですけどこれは本当にまさしくもうあの昔のね物語のねあの泣いた赤鬼だと俺は村の人たちのために一生懸命頑張ってるのにこいつら全然何も分かってくれないとそれがまあ分かられても俺はいけないと思うんですけどもなんかあのそのいいとものコーナーの最後クイズとかでも き、まあ、今日このポッドキャスティングだけで言うとね、それこそ時間、うん、俺だってやっぱ仕事として言ってるからね、うんその、そういうお笑い芸人の技術として、やっぱ時間も気にしながらやるわけですよ、あもうこれ、そろそろ終わって、うん、あの、タモリンピックに行った方がいいなとか、うんうん、でちらちらこう時計も見ながらやって、うん、いい時間で、あ今、俺が間違えればこのコーナーが終われると、それで俺は終わったわけですよ。うん もうそそれこ番組は綺麗に進みましたよ、プロデューサーさんもいい仕事したと思ってくれてるわけですよ、気持ちよく帰ろうとしてんのに、あそこのお客たちはね、何間違った分かってない、分かんじゃん、そんなことという空気なんですよ、なんかこう、不思議な仕事ですよね、分かってないらね、いろいろありますよね、芸人さんの大変さがね、分かってそうなんですよ、実は、本当に、実は芸能界は芸人さんが回してるからね。 そ本当ですかね本当す。俺でも今ドラマやってて思ったのはね、芸能界というのが、芸能人というのが10あるとしたら、俺ね、芸人ってね、そうか、バラエティで仕事してる人って3ぐらいだと思うんですよ。大概は6ぐらいは、その、やっぱりドラマとかですよ。ほんで、今2か1ぐらいがやっぱりこう、歌手とか、そういうことじゃないですか。だバラエティがが2、2、2、2ぐらいかな。十10のうち。で、8をドラマと歌手で分けるみたいな。 まあねになりますよねお金のことで言ってもねあそうですよね、うん、ドラマは金かけてるからねうんかけてます、ね、音楽番組も<あ>ね <coughs> かけてるだってドラマとかエキストラとかすっごいよくでますからねいいもうそのその街のある街で例えば下,下北の物語なんて下北で撮影して下北のシーンを撮るのに まあこれは大げさの言い方ですけどその瞬間下北にいる人たちが全部エキストラじゃないかっていうぐらい読んでったいや読,んでます読んでますよそのカメラの映り込むところ歩く人たちは全部そうでうる,うるさいからねそっ <laughs> みんなそうなんですよ、うん、ほんでエキストラの人もねなんかその一生懸命ね、うん、外で待たされて大したギャラもらってないと思うんですよ、うん、5000円とか7000円だと思うけど、まあ、そ普通のバイトの金はもらえると思うけどうん、うん <laughs> それでね過酷な感じで待ち時間を過ごすわけですよ、うん、で画面に映るか映らんかわからん、うん、通行人とかをやるわけですよ、うんうん、でも多分あの人たちはこういつかこれをやって売れるんだと思ってると俺は思うんですよ、だから俺はね、これを大にして言いたいんです、うん、120%売れねえと、<laughs> <laughs> エキストラから無理なんだと、で俺はその現場で言いたいけど、なかなかね、<laughs> 言えないし、言っちゃいけないじゃないですか、でもね、俺、無理だと思う。 それっからはねそっからはあいついい歩きしてたねってならないもん見てないんですよ絶対あの助監督とかもねちょっとねエキストラに対してはねきつい言い方するんですよそんな感じで扱われてるんですだからもうあの今これ聞いてるエキストラのやつはねエキストラやめたほうがいいよ本当にで劇団とか入った方がまだいいですよねきっとまあそれはそれでまた辛いけどねでエキストラよりはまだいいでしょでもほら劇団からエキストラに行くからあ そうなんですかまたね冷たいこう仕打ちにあって帰ってきたらもうかわいそうだなと思うもよねやっぱりねああそういうことですよねやっぱ売れてないとやっぱりエキストラってことですねだって、うん、劇団の、ね、人でね、うん、あのドラマでねあの劇団役の 劇団の人たたちが来んですよ僕と僕は下北サンデーズって劇団ですけどそれたちがライバル劇団役で劇団の人たちが来てそこのあるお兄ちゃんが「竹雄さん実は一緒に仕事したんです」と「え何?」って言ったら一回僕はわらんであの胴上げされるってドッキリかかってその胴上げ要因で僕いたんですと「あそうなんだ」と「え何ならじゃあ劇団の人だったんだ」と「あそうなんですよ」って話をしてて。 んでまたここで会えてよかったですねっていう話をしたんですよねそしたらその人がテレビ見たらねある番組で「今日はスタジオに何千万円何億円用意してます」みたいな番組があって何億円が積まれてるわけですよその横でよくほらガードマンさんがいるじゃないですかだからガードマンさんをお呼びしてますその人そのガードマンがその人なんですよはい色んなことやってんだとなかなかつらいんだとだから使えると思って劇団に発注するんだよね 曲側はやっぱ安く使えちゃうんですかと思われてんじゃないかなほらプロダクションにこう言っちゃうとそれなりにちゃんとしてるからお金請求されるでしょだから劇団に法人化されてないからああなるほどグロスでこれくらいでっていうまあでも若手の時って芸人でも何でもしましたからねそんなんだってギャラ3000円もらえるっていうだけひょいひょい言ってたでしょ なか絶対行かないですけどね、うん、でも現場の空気に吸いたいっていう時期もあるもんねあります、ね、それもあります、うん、あるけどまた何もできないですよねいろんな人と喋りたいとかって、うん、思うんですけどね、うん、難しいな本当の幸せって僕芸能人じゃないと思うんですよね <laughs> 俺最近思う本当の幸せは絶対日曜日はあの自分のかみさんと俺とで子供を馬車でも乗っけて上の動物園にいるとか <laughs> そそれこそあのジャスコで買い物してるとか、ジャスコとか知ってます今、子供用のカーとかね、車の形になったりしてるんですよ、それにね、ガキのけたら、ガキギャーキャ喜ぶわけですよ、そんなんでね、そのジャスコでロケした時もね、みんな、もうみんなが幸せそうな顔してるんですよ、そんな空間見たことねえと、本当の幸せってこれだなと、俺は思いましたよ、こうやってラジオとか今やられてもらってるのも、俺にとっては嬉しいですけども、果たして俺が死ぬ時これで良かったのかなと思ったりもするんじゃないかと。<laughs> だっても湘南とか行けないですからねきっとこの夏も普通に海水浴行ここともこの間出川さんとも喋ったんですけどだって普通にプライベートに行けないでしょきっと面倒くさいことになったりするでしょ竹山竹山っつってなるでしょそれこそナンパなんか持ってのほかですよねいやだから不便になりましたけどまあこうなりたくてでもこうなったからそれは幸せかっていうと幸せだし難しいですよねこれはそれは夜飲んだくれて なんパ,パというか、なんか出会ったことをセックスばっかしちゃいますよね、それは、そうなっちゃいますよ <laughs> それはそれでいいでしょういや、でもセックスばっかしてるとね、また虚しくなりますよ、これって何なんだと、だからこれ、しょうがねえなってなりますよね、<ー>もう一つ一つが、やることすべてがねノイローゼになります <laughs> <laughs> 結局だから、落ち着く先は、これは真面目な話、落ち着く話は、家に帰って彼女といることですよ、なるほどね、それがね、やっぱり一番の落ち着きになるんですよ、ね。 昔かからら知ってるからねね自分のこと、ね、そうなんですよ、うん、だ中野さんともあのちょっと今日始まる前話しましたけど、うん、本当の芸能人って何ぞやとそう、ね、で俺が中野さんに聞いたら中野さんは本当の芸お前が本当の芸能人になりたいんだったら今の彼女を捨てて芸,芸,芸能人と付き合うことだ <laughs> 俺はそうだと思うだから俺の答えはじゃあ俺本当の芸能人にならなくていいと <laughs> いう答えにしますということでえー 生はダメラジオ、今週は5年で終わりますけども、来週はね、えー、ちゃんと1時間生でやります。えー、来週別にテーマとかもないんで、えー、とりあえず、メールは何か募集するんで、お前らがあの、書きたいこととか言いたいこととか、そんなの送ってください。別にあの、真面目な相談とかも送ってくれてもいいけど、別に来週は真面目な相談やるとかそういうのはこの間みたいなことはないんで、もっとバカ話でも、えー、何でもいいです。送ってください。ちなみに、言っときますけども、えー 今週のね、あの生放送で、一応、あの、小倉さん情報っていうのを募集しましたけども、来週は、あの、小倉さん情報はやりませんから。<laughs> これ、あの、不利じゃないからね。<laughs> あの、やらないから。大沢有利情報。大沢有利情報もいらないですから、<laughs> 大沢有利さんは TBS でラジオをやらしまって大先輩ですからね。<laughs> 大沢有利情報はやりませんからね。あの、<laughs> ま、ああの、 面白いと思ったら、あの、送ってもらっても結構ですけども <laughs>。お願いします。<laughs> えー、宛先はね、こちらです。えー、全部小文字で、<laughs> ダメアットマーク TBS.CO.JP。ダメアットマーク TBS.CO.JP です。ダメの綴りは DAME になります。えー、どしどし送ってください。ということで、毎週木曜日深夜3時から放送中、木曜ジャンク2、カンランニング竹山、生はダメラジオを聞いてください。